はい、こんにちは、テヤノシンドです。今回ですね、〇〇を意識するとベースがグルーブできるっていう方法をやっていこうと思います。で、もったいぶってもあれなんで、結論から言っちゃいますと、16分音符の4個目ですね、を感じるってことです。ではどういうことかっていうと、これドラムやってますよね。タカタツタンツクツ。で、これ、タカタカですね、これね。タカタカ、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 タカタカ。この4つ目を感じると、どういうことかっていうと、ってことですね。大体ファンクとかだと頭結構みんな取って考えてするんですけど、ダンツカンツクダンツって感じなんですけど、ダカダグドゥ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 ってやるとこうなんかグルーヴが生まれるんですよ。なんか頭でやるとじゃないですか。4つ目にするとっていう感じで。ちょっと全然グルーヴが違うじゃないですか。だからこの4つ目を意識して、このグルーヴを考えて、ドゥクドゥカドゥク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 っていう感じでですね、やるといい感じにグルーヴできると思います。だから別にこれが全てじゃないんですけど、なんかグルーヴ変えたいなと思ったらこの意識をちょっと変えてですね、やるといいです。で、実際これじゃあどう練習したらいいかっていうと、やっぱりこれ以上、やっぱりこのやりですね、普通に。こんな感じでちょっと4拍目に4拍目っていうか4個目に他の音入れるとかやるといいと思いますね。で、ちなみにこの右手がここまでなんかあんまり動かないよっていう方は、右手の練習方法のですね、効率のいい右手の練習方法の動画も上げてますので、ぜひともそちらをご覧ください。ということで今回はこれだけなんですけども、この16分の4拍目を意識するといいって話でした。役に立ちましたらぜひチャンネル登録、いいねなどしてもらえると嬉しいです。じゃあまた。